まずはシンプルに立ちポーズ、堂々と立っているっていうポーズで、せっかくだからここに雲つけるか。全身に雲をまとっているウェザーリポートの完成。ちなみに本体ウェザーの方にも雲パーツはついてるんだけど、こっちは薄紫色、色合い的にちぐはぐな感じになっちゃうかな。お次は下半身も雲に変えて、これ単行本の5巻、5巻の中に載っているスタンド紹介ページのウェザーリポート。というかやっぱりあのポーズの参考にと思って、あの単行本ちょろっと読み返してみたけど、ウェザーリポートの全身が出てるっていうシーンはほんと少ないね。スタンドのビジョンが毎回出てこなくちゃならないってわけでもないんで、能力の発言としてあのウェザーの周りに雲ができるとか、スタンドが出てきたとしても上半身か顔だけで、お次はそんなウェザーリポートの標準的な出方、スタンドビジョンが初めて登場した時もこれだったからね。これはかなり無理やり再現したもんだけど、スタンドの初登場シーンは頭だけでしたね。でお次は上半身だけでいろんな雲を無理やりあの違った使い方しています。違った使い方というか、まあ別の場所につけている。スタンドでの格闘シーンはまあめちゃくちゃ少ないけど、まあフィギュアだからね、自由にいろいろアクションポーズをやっていこうってことで、まずはファイティングポーズの構え。ただやっぱりここの肩可動結構厳しいね。言っては見たもののアクションがまともにできるかちょっと怪しいかも。ってことでお次は躍動感満載のダッシュポーズ。ウェザーリポートのダッシュはなかなかないんじゃないかな。お次スタンドなんで空中浮遊というか、まあ空中を漂っている。基本浮いてるからあんまり走んなくてもいいもんね。お次は背面飛びというか背面浮き、頭含めて後ろ方向にのけぞる可動がなかなか優秀なんで、走り高跳びの背面飛びができます。でお次は思いっきりパンチ。真横は無理だけど肩の回転だったら腕はまっすぐに上がる。これにあのエフェクトを追加、雲のエフェクトをつけて雲パンチ的な、どうだろう、ちょびっとだけ動きが加わったように見えなくもない。尻尾の先端でなんとなく方向を示してるみたいな。正面から見ればちょっと回転も加わってる。そしてお次は定番のハイキック。足はとてつもなくよく上がるんだけど、自立はちょっと難しいね。腰周りの可動はもうほんと良好。そしてエフェクトを添えて飛び蹴り、まあライダーキック、エフェクトがこれまたいい感じじゃない。キックの勢いが出てると思う。そしてひとしきりアクションをやったんだけど、あの途中で気づきました。せっかくいろんな形の手首がついていたのに全然使っていなかった。ってことで指の間が開いたパーの手に雲を戻しています。お次は腕を組みながら下半身が雲の状態、風神様の佇まいみたいな、天気を司る神に見えなくもない。あとは下半身が雲の状態で腕をピンと伸ばして飛んでるみたいな飛行ポーズを作りました。全身がつるんとしてるっていうところはちょっとウルトラマンっぽさもあったりなかったり。お次は本体のウェザーリポートとツーショット。アニメではもしかしたらまあ全身が出てくることもあったかもしれないけど、途中にも言ったように漫画の方では全身はなかなか出てこなかったからね。背後に置いてちゃんとスタンドの方でも攻撃、プッチとのバトルでは普通にスタンドの方で殴っていました。あとはせっかくセリフプレートがついていたんで、このシーンの再現、漫画だともっとドアップなんだけど、そうするとセリフプレートが入んないからね。セリフプレート込みにするとだいぶ引きになる。そして物語終盤、エンポリオ少年が引き継いだウェザーリポート。この辺りにエンポリオがいればね、ディスコを使って発言したウェザーリポートのポーズ、並べる用のエンポリオアルニーニョもそのうち欲しいな。まずはスーパーヒーロー着地だけども、これが限界ですね。あの可動域でできる精一杯がこれかな。若干角度でごまかしてるところもある。回転させるとまあ見れなくもないけど、足の向きとか前が見れてなかったり、やっぱりこの構造でスーパーヒーロー着地は難しいな。お次は付属の台座とエフェクトを使って飛行ポーズ。着地したばっかりなのにまた飛んじゃってるけど、こっちでもやっぱり頭が上がんないからね、下を見ながら飛行しちゃってる。肩の次は頭部可動を改善してほしいな。ちゃんと両手両足からジェット噴射、加えて専用台座の保持力もなかなかいいね。クリップでしっかり挟み込んでくれてるから、ちょっと揺らしただけでは落ちない。この保持力は大したもんだ。で駆けつけてくれて空中でホバリング。映画ではハートブレイカーがセンター、周りにアイアンマンのスーツがずらっと並んでいく。ホバリングだったらポーズ的に違和感なし。飛行ポーズのままリパルサーレイで攻撃、形的には全部同じなんだけどね、手のひら向ければ普通にビームに見える。もちろん肉弾戦のポーズも取れますっていうことでパンチ、胴体周りにひねりが加えられないから、まあこれが限界。軽くパンチはしている。そして定番のハイキック、まあなんとか自立はできたけど、足は全然上がってないね。かろうじて真横には蹴れてる。まあアイアンマンってあんまり足技のイメージはないから。そして最大の特徴、ユニビームをチャージ。映画の中では特にやっていないからもう完全に想像、アークリアクターに全エネルギーを貯める。そして胸からユニビームを発射。エフェクトに関してはフィギュア2のレスキューのものを使っています。両手を握ってのけぞりつつ踏ん張っている。出力が高いと反動も強いんじゃないかな。あともう一パターンはあのカメハメの歯みたいな感じで、別に手のひらから出るわけではないけど、ある程度指向性を出すためにこうまっすぐ手を伸ばすみたいな、こういう
う出し方もいいんじゃないかな。でビーム発射後にプシューッと排熱、本当に排熱するのか知らんけど、あくまでイメージ。これはフィギュアーツのブラッド・スタークのものを使っています。くしくもスターク繋がり、今中には入ってないけど、ブラッド・スターク、トニー・スターク、これ準備してた時は全く気づいてなかったわ。せっかくだからバックショットでも排熱、ここからなんか出そうじゃない。まずはフィギュアの潜在写真だったり映画のポスターで使われているこれ、可愛こぶってるポーズだけど手には拳銃を持っている。でお次はズドンとスーパーヒーロー着地、常人だったら確実に膝を痛めるやつ、膝以外も砕けそうだけど、100均のドラム缶を買ってから今までで一番うまく活用できた気がする。2の映画冒頭のドラム缶の上に寝ているシーン、ただ4つだったら足りないかな、あんな大爆発は起きない。色も一色で統一したいところ。あと寝姿で言ったら寝半のポーズ、デッドプールはこういう寝方がよく似合うわ。潜在写真を参考にうつ伏せ、目を細めてウインクしながらサムズアップ。なかなかこのポーズがしっくりくるヒーローのフィギュアってないよな、まあ、そもそもそんなにこのポーズやろうとは思わないけど、もうサムズアップとハート作る手があるってことはもうこれやれって言ってるようなもんだよね。ネットミームの画像をバッチリ再現できます。偶然にもこれ作れちゃうんだもんな。もちろん一人でもキャンはいいハートポーズが作れます。可動フィギュアでこのハートの手が入ってくること自体珍しいと思う。あるとすればそうだね、アイドルキャラ系だったり、まあネテロ会長ぐらいかな。腕をクロスすれば X-Force、 デッドプールが結成した最強チームのポーズ。お次は首というかネックデバイスをつけて苦しんでいます。ちょっと影になって見えにくいけどしっかりついている、相当苦しいでしょうね。よ、それじゃあこっからアクションスタートってことで刀に手をかける。ハートの手がこれ握りきらない状態の表現にすごいちょうどいいんですよね。抜刀して戦闘態勢でゆっくり歩いてくる。銃も二丁拳銃だし二刀流っていうのがいいよな。獲物が長いから後ろの方にあってもしっかり存在感がある。片手で横方向にブンと振ります。肩の可動が優秀だからだいぶ腕が内側まで持ってこれる。一度目の方も細めているやつに変えています。お次は両手でドスッと突き刺す。うつむきの可動が結構優秀だから前鏡にもなるし、この絶妙な肩の入れ込み具合、固めになった軟質がうまいことかぶさってくれています。そしてズバッと両手を広げて切り抜ける。さっきの流れだと確実に刺してから開いたよね。ついてから両サイドに引き裂くでもいいし、ダッシュしてギュンと駆け抜けたみたいな。後ろにやられ役の偽スパイディを置いとけば分かりやすい。こうすればダッシュ切りされたんだろうなっていうのがなんとなく分かる。あとはアクロバティックにポーンと飛んで飛び切り、進撃の巨人のあの立体機動装置的な動き、このまま回転しながら切る直前みたいな。アクションが激しめだからアクロバティックポーズがすごく似合う。お次は刀を持ちながらも定番のハイキック、足はほどほどに上がって一応自立はできています。あとはもう散々切った後だけど構え、刀を逆手持ちにしてもいいね。刀に夢中で足のナイフ使うのすっかり忘れていたわ。アクションシーン迫力のある刀の方でやっちゃったからね。ちっちゃいナイフは遊びに使っておこう。そしてお待ちかね、銃を装備。いいね、とてもよくお似合いですね。エフェクト付きの銃を使ってパーンと発砲。一応狙いすましてるってイメージで片目をちょっとあの薄めにしています。目標をセンターに入れてスイッチ、パパーンと両方で撃つ。エフェクトがこれ結構いい仕事してるね。発砲の一瞬を捉えたもんだけどなかなかそれっぽさがある。足を大きく開いて腰を回して四方八方に発砲、いい感じに韻を踏んでいたね。あとは一丁だけ使ってしっかり狙いながら横っ飛び射撃、横に飛んでる時点でしっかり狙えてんのか分かんないけど。ちなみにこの下から支えてる手に関してはハートの手です。ハートの手がマジで便利。さっきとほぼ同じかもしんないけどしゃがみ打ち、こっちの方がよーく狙えていますね。両手で持つポーズはこの手首もそうだけどこの肩可動がいいね。肩可動の恩恵はだいぶでっかいよ。あとは刀と銃両方持ってもいいよね。臨機応変、遠近両用。そして散々銃を撃って荘園の香りを楽しむ。尻尾がちょうど伸びてるから吸い込んでるように見える。まずは箱の横の決めポーズ、足は大きく開いて右手をバッと前の方に持ってくる。ダイナミックな感じのポーズがよくお似合い。あとは逆にスッと一直線でまとまったようなポーズ、足を揃えて両腕の方も腕を組むっていう感じではないけど真ん中寄せにしているスタイリッシュポーズ。お次は仮面ライダー2号のポーズ、明らかに元ネタというかオマージュが各所に見られますからね。2号の変身ポーズもなかなかしっくりくるんじゃないかな。続いて指差しの手を使って、お前を止められるのはただ一人、俺だって言いたいところなんだけど、この俺だのこれがない。自分のことを指すようなサムズアップが入っていないんで指差し止まりではありますね。こっからはアクションってことで、お次はダッシュ。02のダッシュはあのオープニングとかでも確か出ていたからね。それこそここら辺から光を放ちながら、個人的にはなんか割と02はダッシュの印象がある。頭はそんなに上がんないけど、まあ全力で走ってるっぽいかな。お次潜在写真を参考にファイティングポーズ、この2の手を活かしつつとてもやる気がありそう。いつでもギュンと飛びかかれそう。お次は拳を握りしめて飛び
飛びかかる。ジャンプしつつのけぞっている。やっぱりのけぞりの稼働が優秀。思いっきり振りかぶって力を貯めてるっぽくできる。01というか02はポンポン飛んでるポーズが似合うわ。んで思いっきりぶん殴る。飛んで振りかぶった割には普通に地面についてるけど、まあお気になさらず。普段は優秀なやられ役がいるんだけど、今回に関してはアークゼロがちょうどいいかもね。正式な対戦相手。足もよく上がってるし、片足で自立もできてる。可動域、バランス感ともにグッド。これまたポーンと飛んで飛び回し蹴りの直前。これで足をグイッと伸ばして、もうちょい腰をひねれば、回し蹴りを放ってるっぽいかな。まあ、ちょっと整ってないかな。逆側の足をもうちょっとまっすぐ寄りにした方がいいかな。いや、蹴りのポーズは難しいね。蹴りのバリエーションで言ったら飛び膝蹴りとか。やっぱり相手がいると分かりやすくていいね。あとはなんて言うんだろう、後ろ回し蹴り。かがんでる状態からの後ろ方向に蹴る。実際これアークゼロがなかったら自立できてないからね。そういう意味では持ちつ持たれつ。直接当たっていなくても当たった後みたいな。攻撃後の一瞬を切り取るみたいな、そんな表現もいいね。スチール写真的な。あと対戦相手というか、まあ、正しく言うと対戦して欲しくない相手。01系いろいろ出てるおかげでこういう組み合わせも作れますね。あとオルトロスバルカンで言ったらこの折れた爪ね。ようやくこの爪をちゃんと使ったっていう感じがしますね。最後の力を振り絞って殴ろうとするんだけど、変身が溶けてしまうっていう。お次はプログライズホッパーブレードを装備。劇中でもこれを使ってマギアになっちゃったヒューマギアたちを元に戻していたね。まずは斜めにズバンと切りつける。両手でグリップを持って振れないかなと思って試してみたけど、ちょっと難しそうだったね。まあポーズによっては両手持ちできないこともないけどね。頭の上で持ってジャンプしながら振りかぶる。あとはダイナミックに後ろ方向に横振り。ホッパーブレードもデザイン的に結構目立つ方だからね。後ろの方にあっても存在感を放ってる。そしてプログライズキーをグッと押し込んで必殺技02ビッグバーン。ライダーキックの必殺技。足の裏に色がついてるから様になるね。そしてせっかくなんで仮面ライダー01進化の歴史。通常の01からシャイニングホッパー、そしてシャイニングアサルトホッパー。一旦全身シルバーになってメタルクラスホッパーからの仮面ライダー02。そして最終話で01のリアライジングホッパー。横軸変身覗いたら大体揃ったかな。まずは箱の横のダイナミックポーズ。使ってない時に剣を腰からぶら下げられるのがいいね。もうとっくに変身はしてるけど、変身ポーズの流れ。真ん中のクワガタ部分を跳ね上げる。この時のネイティブなのかわかんないけど、クワギャラーって言い方が好きなんですよね。クワガタじゃなくてクワギャラー。そしてクワガタをもう一回操作して、鴎外武装。鴎外武装っていうワードもかっこよすぎる。そしてシュゴッドがボーンと突っ込んできて変身完了。クワガタオージャーの完成。そして変身できたんで、なあはっはーととりあえず高笑い。頭の上向く稼働がだいぶ役に立ってる。俯瞰の構図で見てもいいし、煽りで見るとより邪悪の王っていう感じがするかな。どっちかって言ったらディオのウリーに近いかもしんないわ。キャラクター的に激しめのポーズが多いけど、こういうおとなしいのもいいんじゃないかな。腰につけた剣のグリップに軽く手を乗っける感じ。冷静なポーズも似合うっちゃ似合う。落ち着きついでに剣を片手にゆっくり近づいてくる。なんとなく怒ってる時っぽいかも。剣を構えつつスタスタ歩いてくる。これはこれで強者感があるかもね。どっちかって言ったら全力でダッシュしてる方がギラっぽいかな。全力出して生きなきゃ張りがないからね。いっそのことダイナミックにジャンプして飛びかかってもいいね。腰回りの稼働なかなかいいな。もう一丁ダッシュポーズ。剣を後ろに引いてこの辺り横方向に振りかぶる。頭の稼働上向いてくれんのもありがたいし、肩マントも方向によってはいい感じに躍動感が余りますね。後ろ方向にバサッとたなびいている。現段階で稼働フィギュアとしてだいぶ楽しいよ。そんなダッシュの勢いでそのままブンと横振り。このポーズの中で一個たまにある裏技を使っています。何かというと、肩アーマーはただただ乗っけているだけ。この流れでいろんな斬撃ってことで、今度は後ろ方向に振り抜ける。横と来たらお次は縦方向に振り下ろす。自立できるギリギリの大股開き。ここいらでやられ役の偽スパイダークモノス。膝が曲がるぐらい切りつけられています。横縦と来たらお次は突き。形状的にも突き刺すのにちょうどいいね。あとは両手持ち構えのポーズだったらなんとかいけるかな。グリップの長さ的には十分だけど、このままなんか剣を振るっていうのは難しいかな。振るのは難しいけど突き刺すだったらいけるわ。これなら両手持ちでもいけます。あとは一周回って肉弾戦。剣で切らずにぶん殴る。劇中でも肉弾戦はまあ普通にあったかな。剣だけじゃなくてキングズウェポンとかも使うから、いろんな戦い方ができるはず。あとは定番のハイキック。足もよく上がるし自立ができます。足というか腰回りの稼働がマジで優秀。そしてせっかくなんでスーパー戦隊の先輩方と。こうやって見るとキングオージャは結構王道寄りだね。前の2つが結構攻めてる方ってのもあるけど、並べてみた感じ大きさも大体同じぐらいかな。今後もスーパー戦隊続いてほしいな。あとは仮面ライダーギーツと並んでスーパーヒーロータイム。日朝の並びにしてもいいね。ガッチャードのフィギュアーツも出たら一緒に並べたいな。